改めまして皆さん、はい、さいということで、これからの時間は、私知念ひじりがどのような人物なのか、幼少期から今に至るまでをですねお話しさせていただきたいと思います。まず私知念ひじり、私は39歳で、生まれも育ちもですね沖縄県です。沖縄県のですね北部にあります山海川が綺麗な宜野座村というところで育ちました。人口がですね約5000人ほどです。さあ、この宜野座村で育っていた私ですけども、家族構成はどうだったか。父母私一つ下に弟がおり4人家族なんですね。でそのところで、まあ、私はですね夏になると、まあ、海に行って魚をついては、魚を食べ、そして山に行ってはですね何かというとクワガタ取ってたんですね。それだけではない、なんとハブも取ってました。皆さんハブご存知ですか。毒蛇です。なんとねその毒蛇をですね私が小学生の頃役場へ持っていくと、なんと生きたハブ毒蛇5000円で買い取ってくれたんです。そして私が小学生の頃スーパーファミコンというテレビゲームが流行っておりました。そのテレビゲームのカセットを買うためにですねこのハブを捕まえて売って小遣い稼ぎをしていたわけですけども、まあ、こんな感じでですね、小学生の頃は育っていたわけです。まあ過ごしていたわけですけれども、じゃあ家庭はどういう状況だったかというと、なんと家庭は崩壊していたわけですね。父がですね酒を飲んで暴れて、まあ、毎日警察が来るような家庭でした。もう母と私たち子供はですね泣き叫ぶ、そういう状況でした。もう外から見ると本当悲惨ですよね。そういう中で小中高大と育っていきまして、で大学生になる頃には私はもう悪い世界へと足を踏み入れて警察のお世話になっていたわけですよね。でその頃にはもうその悪い世界にどっぷり浸かっていて、このように思ったわけです。もうこの世に生きてても楽しくないと、自ら命を絶とうとそのような思いが強く思わされていたわけですけども、でその中である日、まあ、私はですね遺書を書いてもう自ら命を絶とうと決めた日がありました。その時に、まあ、母親がですね教会行ってみないかと誘ったわけです。私たち家族の中で唯一母だけが信仰者、まあ、教会に行っていたクリスチャンでありました。まあ私はですね母からの誘い断ってたんですね。何度も。いや逆に言うならもっと言うならば説教までしていたわけです。母に対してあなたは間違ってると、あんなカルトに行くなんておかしいと、やめなさいと、行くのをやめなさいと強く言ってたんですね。なぜそのように思ってたか。母水曜日にですね祈祷会に行ってお祈りをして献金をして、土曜日には掃除をして、で日曜日にはまた朝早くから教会行ってさまざまな奉仕をして、そして礼拝を守ってまた献金をして、もうこれを見てですね私は思ったんです。なんでお金を捧げて掃除までしてるのか。いやいやお母さん騙されてるよと。しかし母はそんな私の言葉を聞きながらもですね黙っていたわけです。もっと言うならば母は自分の部屋で私のために一人で祈っていました。まあ、そういう状況でですね父との関係はまた私は最悪でした。本当にもう当時は殴り合いをして、もうお互い罵声を浴びせるような関係でした。もう父の命を奪いたいと思っていたほどでした。その中で私は、まあ、ある決意をするわけですよね。教会に行くと。それは先ほど言った自ら命を絶とうと思った時に母のまあメンツを保つために一度は教会へ行こうと思ったわけです。そこでイエス・キリストと出会うわけです。私はですねそこで初めて聖書を読み、そして聖書の旧約聖書の中にあるイザヤ書の43章4節私の目にはあなたはこうかれたという、私はあなたを愛しているという言葉にですね心打たれて、もう初恋以上ですよね。もう本当に心がウキウキワクワクして、まあ、その言葉のあなたというのをですね自分の名前に置き換えて読んでみたんです。私の目には知念ひじりはこうかれたとい、私は知念ひじりを愛して、もう感動してですね悔い改めました。そこで今までの
悪さを本当に謝罪し、神様に対して謝り、そしてイエス・キリストを信じて信仰生活が始まっていったわけですよね。まあするとですね、教会の牧師が言うわけです。ひじり君、祈りを覚えましょうと。まず初めに覚えた祈りが、まあもう先生そんなこと言わないでよというような祈りですよ。父親のために祈りましょうというわけですね。いやいやできませんと憎んでる父親です。しかし祈りました。もう私はですね従いました。もう短い祈りですよ、5秒ほどの。天の神様、私は父を憎んでいます。どうぞ父親を許してください。イエス様のお名前でお祈りします、アメンと。また時には天の神様、父親が変わりますように、アーメンで終わってたわけです。まあこんな拙い祈りをずっとしてたわけですよね。しかしまあクリスチャン、まあ信仰歴が1年2年と重ねていくうちに8年祈りました、父親のためにね。その時にある時一人で、礼拝をしてると悔い改めの心が与えられました。それは父親を憎んでいることです。その時に初めて私は父親を憎んでいることを悔い改めました。天の神様、私が父親を憎んでいることをどうぞ許してくださいと、もう泣き叫んで悔い改めました。そして父親を愛しますと初めてそこで祈りで宣言したわけですよね。そして翌日実際父親の元に行き、私は、その時進学校牧師になるために東京へ行く予定でした。上京することも伝えなければならない。その中で先ほどの昨晩の祈りも合わせて父親に報告しに行ったんですね。で、父親はキリスト教が大嫌いなので また私は殴られると思ったんですけども、父親の前に行って報告しました。そして私は宣言したんですね、父に。お父さん、あなたを憎んでいたことを許してください。私は神様の愛であなたを愛してますと言って、まあ、ビンタされるかなと思ったら、なんと父が泣き崩れて許してくれと言ってきたんですね。私も動揺してしまってですね、いや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 、もうあわわしてお互いもう泣きながら許し合ったのを覚えております。そこから私たちの家族の回復が始まっていったわけですよね。まあ、この知念家、父と母も仲悪かったんですけども、もうそこからですよ、本当びっくりしますね。私がイエス様を信じてそのような祈りをして、そしてそこからまた父に対してこの告白をした時に、なんと父親がですね、ある日帰ってきた時、母と一緒にガーデニングしてるんですね。また上京する前には私の誕生日を祝ってくれたり、生まれて初めてですよ。そしてそれだけではない、最後の母教会での礼拝、私が上京する前のね。そしたら父親が、私がその時説教メッセージだったんですけども、お前がメッセージするなら行こうって言って礼拝へなんと足を運んでくれて、生まれて初めて父親と礼拝を捧げたわけです。まあ今も家族仲良しでね、過ごしているわけですけれども、皆さん、この父親との回復というのは私の力ではないんですね。本当に神様の力、また神様の働きがなければ成し得なかったことなんですね。まさしく神様との、天の神様との関係を回復したら、横の肉的な父との関係もいとも簡単に回復させていただいた。ああ、もうこれ不思議ですよね。何よりもこれ神様からの、まあ、恵みだと思っております。皆さん、私たちの神様ってね、こんなにね素晴らしいんですよちょっと噛みましたけども、ぜひね、この神様のことをですね、聖書を通してもっともっと皆さんに知ってほしいなと思いが与えられ、今私は牧師になっているわけですけれども、さあぜひ皆さん、お近くのね教会へ足を運んでいただき、そしてどうぞまた神様のことを知って、共にですね信仰生活を歩めたらなと思うわけです。ぜひ皆さん、お近くの教会を探してですね、足を運んでみてください。素晴らしい神様の恵みを体験します。ぜひまたで、ね、それをですね、このラジオ局へ、メールいただければ感謝です。ありがとうございました。